皆さんこんにちは、大牛です。この動画はですね、森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品質英単語という単語帳の中のチェックテスト2の4番の解説の動画となっております。問題を解いていない方もですね、この後すぐ問題を表示しますので、そこで一緒に解いてからその後の解説に移るようにしてください。では初めに、いつも通り選択肢から目を通してどういう種類の問題なのか予測できるか見ていきます。そうすると選択肢には from to on in ということで、でこれ全て前置詞ということは品詞で解く問題ではなくてですね、まあ、前後の意味内容とかもしくは単語を見てですね、一番入りやすそうな前置詞を入れていくということになります。ということで、まず空欄の前後を見てね、それだけで解けるか見ていくと、前には those があり、そして後ろには size があります。でこの those と size だけではですね、さすがにどれが入るのかというのを確実に言うことが難しいので、まあもうちょっと前を見ていくことになります。ということで前から読んでいくと、 these shirtsare different ということで、この be different という表現があることにまず注目してほしいんです。 different というのは、まあ、非常によく使う単語でですね、一緒に使われやすい前置詞までしっかり整理してほしい単語なんですけれども、まず絶対に覚えておきたいのは、be different from a という表現です。で、be different from A で意味的には A とは違うという意味になります。これは非常に有名なものですよね。今回の問題もこの be different from という形で使われています。ということで、these shirts are different。これらのシャツは違うよ。from those と来てますから、これ those の後ろは分かりやすく補うと those shirts。まあ、被ってるので shirts がなくなってますから、あれらのシャツとは異なるよ、違うよという意味になってるわけですね。こういった形でこの be different from は使われるわけです。で、A とは違うという表現を表す場合、まあ先ほど言った be different from A、まあこれが一番一般的なんですけれども、実は from じゃない単語を使ってですね、同じ意味を表すものがあと2つあります。それがですね、be different from ではなく be different than A と be different to A です。で、それぞれですね、be different than A の方はですね、これはアメリカ中心で使われています。一方、be different to A の方はですね、これはイギリスが中心で使われている表現です。もちろん、アメリカでもイギリスでも、最初に紹介した be different from A という表現は、最もね、一般的でよく使われるんですけれども、実際ね、than とか to っていうのも、まあ、使われているパターンを目にすることはありますから、この二つもしっかり覚えておいてください。まあ、とにかく be different from というのは、まあ、非常によく使われるということでですね、今回選択肢に from があって、問題の中にも different がありますから、まあ A を入れたいところなんですが、先ほども言ったようにもうすでに今回ね、その後にすぐ from those ということで、もう from が使われちゃってるんですね。でたとえ無理やり from を今回入れたとしても、後ろには size とあるわけですから、これらのシャツはサイズとは違うっていう意味になっちゃいますよね。で、それ意味的にやっぱおかしいですから、なんとかとは違うという意味になってしまう、まあ A の from は今回は絶対になしということです。で、B の to に関しては、先ほども言った通り、まあ be different to という形はね、一応イギリスで使われてはいるんですけれども、それもサイズとは違うっていう意味になっちゃいますから、今回 B の to もなしということです。で、ここでですね、もう一つ different と一緒に使いやすい前置詞についてご紹介します。それがですね、 be different in A です。で、これは先ほどの from の時と違って、意味はですね、 A の点で違うという意味になります。で、今回この in はですね、先ほども言った通り、まあ in というのはもともと何かこうすっぽり包むような立体的なイメージですけれども、そこからこういう分野の中でとか、こういう範囲の中でみたいな感じで、分野とか範囲をまあ限定しているような働きをしてるんだと思ってください。
ですからこの be different in A という表現、まあ A の点で違うという意味ですけれども、これは言い換えると A という分野において違うとか、 A という範囲の中で範囲において違うということになります。で実は、まあ、丸1で紹介した be different from という表現と、まあ、この丸2の be different in という表現は、まあ、一緒にね、使うことができます。つまり、be different from A in B という形で使えるんです。で、これで意味が、まあ、どちらも足されますから、B の点で A とは違うとか異なるという意味になるわけです。で今回はまさにその形で、もう from A という部分があるので、まあ from はこれ以上必要ないということで、後ろには size と来ているわけですから、size の点でそれらのシャツとは異なるという風にすればぴったり意味が合いますから、答えは D の in を入れてあげれば OK です。では最後にもう一度文全体を読んで終わりにしましょう。These shirts are different from those in size.ということで、これらのシャツは、それら、あれらのシャツとはサイズの点で違うという意味ですね。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.